はい、もかっかです。エルモステークスの予想を行っていきたいと思います。新潟戦714と、ね、ダート右回りということで、コースを見ましょうか。高低差ないよね、確かね。平坦やね。多少あるんか。1分43秒前後やね。はい。で、過去傾向。岩田がいいんやね。勝ち馬は上位人気。4コーナーでこう言えないと、だから、まくりかな。ねえ、先行もしくはまくりまでかな。関東馬が強い。金量がもらってても来てるよね。59とかになったら勝ちきれんね。でも56あたりを狙えと。前、圧倒的に前やな、先行。後ろから行く馬は、キリがね、これ、あれ、同じとこ見てる。違う枠順。枠は真ん中。4枠が絶好枠やな。4枠。四五路がいいね。中枠ってやつやな。前走は、マリンステークスいいやな。よかったよかった。これ何やったか、足立平やったっけ、読み方忘れた。極端、思ったより18がそこまで良くないんやな。17って独特ですよね。ね、ダート17ってね、この間、先週かな、芝17って小倉で唯一行われてるレースがあったけども、ねえ、1007ってなかなかもうダートでしかないもんね。あれはやっぱ、競馬場の形態とかによるんかな。逆に芝1005とかね、札幌でありますけど、ダート1005はないもんね。そうそうそう。過去の、あれ、傾向。1分43秒。上がり35秒台やったら早いな。前で36秒前後使われたら捕まえられへんわな、後ろから行く馬ね。ワールドジョッキーシリーズかなんか、8月末にありますよね。札幌でね。その時モレーラ来るんやけど、今回モレーラ。ねえ、来おへん。香港はね、香港組は来てるでしょ。ホワイトとか、ティータとかね。香港は僕昔行ったことあるんですけど、ちょうどその頃競馬やってなかったね。夏競馬やってんやつ、多分暑すぎるから、馬のあれもあって、6かな、7。7、8、9あたりが多分ね、休み。9月ぐらいからやり始めるんかな。そんな感じなんですよ。で、行ったら、まあ、出稼ぎできとるんですよね。1008。
これは17も含むからね。右回り。まあいいんじゃないでしょうか、リッカルドさん。いいんじゃないでしょうか、リッカルドさん。これ去年買ってうまいやんか。これで4枠出てるもんな。連覇かもしれんね。黒船サドラーか。クリノスター王がアドマイヤボス、ジェイヌ・ロバリーか。ジェイヌ・ロバリーミスプレーンな。クリノスター王で2億稼いでねえもんな。ダートコツコツ走ってたら金になるよね。芝ちゃう芝ちゃうね。芝ってなんやな。もしね、馬買うなら馬の死になるならコツコツとね、地方も含め、地方や中央や行くぐらいのね、 G3 前後ね、ちょこちょこ勝つような馬やったら十分元取れますよね。なかなかそういうのも当たらへんねんけどね。まあ、そういう作戦で言ったらコパンだよね。コパンは結構そういう作戦でね、小銭儲けしとるんですけど。はい。で、何の話をしとったか、モンドクラッセ。モンドクラッセは今年も出るんやな。ここ見てもしゃあない。モンドクラッセデジタルやんな。ジュベルムーサ、これ出遅れたんかな。ぐーんと43秒上がり37秒、これハイペースやったんやろな。グレープブランデージャベルメンサタキオンデインヒル、芝走っても悪くないけど、グレープブランデーはマンカフェ、ボールドルーラーか。エーシンモアオーバーがマンカフェ、ファピアノ、うん、なるほどね。で、ローマンレジェンドが確かに岩田強いな。スペシャルウィークにバイアスレジェンド、クリノスター王がアドマイヤボスにジェイドロバリーか。インカンテーションがシニスターミニスターミスプロ、36秒台ね、上がりがね。1分41やもんね。か早いね、時計がね。さあ、1分42秒。確かに岩田。確かに岩田をこうといたら間違いなさそうやな。岩田の副賞ドカーンでいいかもしれんな、もうこれね。ストリートスマキュベリアン。シングスピール、サドラー系も悪くないんやな。エシモアオーバー、マンカフェ、マンカフェもいいよね。富士奇跡にサドラー系か。ふんふんふん、なんとなく血統のあれは見えてきますけども、まあ、それがね、過去数年正しいと思うけど、まあ、近年のね、傾向として、そういうのもあるよというのは抑えておいた方がいいよね。
これ見たやつか。ローマンレジェンド、ね、まあ僕の中で個人的にはあるんですけどね、藤原厩舎と岩田が組んだら、ね、なかなか本気だなっていうのは、このしかも北海道でね、スペシャルウィークバイスリージェント喉が痛い。35秒台か。はいはいはい。エスポワール7。エスポワールはゴーダーリュールか。グランド7。グランド7。優秀ホースクラブの馬結構いいからね。ね、もう結構お値段お手頃やったはずなんだよ。持ちたいなっていうのはね。DMM のやつはもうあれほんまね、簡単にただ万死になるっていう勲章を得るだけやなって思ったんで、最初面白そうだって思ったけど、なんかなっていう感じですよね。はい。って感じで、まあ、さささっと見ていきましたけども、じゃあ今回エルムステークス何でいこうかなと。これもまだね、枠今から初めて見るんですけども、一応枠発表される前に予想はしといたんですけども、おそらく一番人気 TM 迅速ちゃうかなって。4連勝中やったよね、確か。3連勝中か。確かに強い。で、好意で競馬できるしね。テーマ迅速本命でもいいんやけども、まあ、わ、岩田ロンドンタウン乗るんか。これはチェックしとかなあかんな。これは、紐でも。ねえ。岩田やったら、さすがに、こんだけ言っといて岩田買えへんかったらあれやからね。まあドリームキラリはないと思うんでね。本命はね、ピオネロで行こうと思っています。一応あの時もね、前走も本命やったんですかね、マーキュリーね、地方の2着で負けちゃいましたけど、ピオネロがでも人気的にどこまで行くかっていうのが、ちょっとネット競馬で検索してみようかな。ああ、でも2番人気になりそうやな、ピオネロはね。1番人気、テーマ迅速やね。で、3番人気、ロンドンタウンとかなったらもう、ガチガチやな。で、対抗がそのテーマ迅速で、次に住友やね、名称住友。モンドクラスはちょっと久々すぎるんでねっていうのは、まあただ前で粘りそうな感じはせんでもないかな。差し馬の住友がしんどいかもしれんね。届けへんかもしれんね。っていうところぐらいかな。あとはコスモカナディアンが面白いんちゃうかなっていうのは思っています。これも白三角でいいかな。はい、回数券 1,2,3,4,5,6,7,8、 リーゼントロックはしんどいかな。掲示板に乗るのが精一杯かもしれないですね。モンドクラステとね、クリノスターンはまあね、昨年のカチューマやったかな、カチューマか2着やったかな、なんで外せないと。ただ年齢的なもんもありますけどもね。言ってもね、エルムちゃんマーキュリー3着着てるしね。まだ見捨てれないあれやね。クリソライター今回来へんね。おれへんね。まあ
かなり固く決まる可能性もありますけども、一応手広く行くなら、だから罰は今回切ってもいいかもしれないなっていうので、罰を切るとすると、1、2、3、4、5、6とはね、1番、2番、4番、9番、11番、13番って感じでね。っていうところをより重く見ています。ああピオネロでええんちゃうかなと。一番手堅そうなのね。迅速も手堅く来るでしょうけどね。ただこういうね、人気しすぎる馬っていうのはね、美味しさがないんで。ってのもあって。コスモカナディアンの血統。今回マンハッタンカフェ3区がいないのかな。いないね。ロンドンタウンはこれ母方ちょっと知らんな。インリティリアリー読まれへん、全然わからんわ。どこの馬や、ドイツとかかな、分からへんな。でも迅速は勢いあるからね、応援したいっちゅうのもあるんですけどね、迅速ジャムね。足毛やしね。ねえもうちょっと言い方悪いけど、古吉がもうここで取らな、ほんなもう今後重賞取るチャンスないんちゃうかいうぐらいな、失礼は百も承知で言うけど、っていう意味では勝たせてあげたいですよね、一競馬ファンとしてもね。でもそこに空気を読まずにルメールは勝っちゃうとかね、ってのがありえるんですよね。目星馬っていないもんな。リーゼントロックがどこまでやれるかな。坂井隆成にも頑張ってほしいけど、迅速から1秒にやろかまされてる。この印でいいんとちゃうかな。結構無難ちゃ無難ですかね。名称住友がだからそんなに人気しないんちゃうかな。ねえ。一角崩しがあってね。一角崩し。で、名称住友あたりが噛んでったらね、面白いんじゃないかなと、リーゼントロックとかね、思っています。はい、という感じ、予想は以上にします。はい、まあ DM 迅速、まあ、個人的にはピオネロ好きなんでピオネロを応援しますけど、この2頭を応援するレースになりそうですね。はい、まあ予想の参考にしていただければと思います。それではいつもありがとうございます。失礼いたします。